どうも、斉藤紳士でございます。ついにやっちゃいました、僕。僕ね、自分のすごく性格が嫌いなところがあって、いろんなところでいろんなものを書くのが好きなんです、非常にね。なので書くんですけれども、ノートをですね、すぐコロ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 変えるんですよ。なぜかというと、やっぱりあんまり現状がうまくいってないなとかって思うと、ノートのせいなんじゃないかというふうに思ったりとかして、これはダメだ、ね。そんなことは本当は関係ないんですけれども、今までですね、人生においていろんなノートを試してきたんですけども、これだと思うノートに結局出会えませんでした。はい。そしてノートを何冊も持っております。今現在私、どれぐらい持っているかと言いますと、前にも動画で言いましたけども、主に使っているノートはですね、紳士なノート、なぜなら私が紳士だから紳士なノートを使っております。はい。使ってはいるんですけれども、それはあくまでアウトプットと言いますか、自分が吐き出したいことであったり、動画にするような内容のものはそこに書いております。でですよ、それ以外に雑記、もう本当にノート言ってもね、紳士なノート高いです。1000円ぐらいしますね。なのでそんなに、なんて言うんでしょうかね、気安く書けない、もっと気安く書きたいね、しょうもない落書きとかもしたいっていうようなものはですね、 A4 のコピー用紙があるんです、僕。でそれをわざわざクリアファイルで何個かに区切って、それが10個ぐらいあるんですよね。YouTube とかも、 YouTube の内容については真摯なノートに書いている。だけどもその日程とかあるでしょ、例えば何日分を撮りたいなとか、この日はこれをアップしようみたいな、そういう雑記めいたものはその A4 用紙の紙に書いてるんです。あと勉強したいなと思って、例えば世界史だったり日本史だったり英語だったりっていうようなものはですね、無印のノート、あれを買ってるんですよ。であれに書いてるんですよね。それをいちいち、どれだったかな、どこにあったかなとかやりながら日々生活してるんです。そんなのは嫌なんです。もううんざりしてる、昔からうんざりしてた。で学生時代はノートを取るのは仕方なかったから普通にやってましたけれども、学生を終えてもじゃあノートを持たない人生になったかといったらそうじゃないんですよ。芸人っていうのは常にノートを持ってます。今の若い子は知らないですけども、我々の世代でノートを持ってない人なんてほとんどいなかった。なぜならそれはネタ帳と言われるやつですよね。でネタ帳も一つじゃなかった、昔から、よく考えたら。ただただコントやね、漫才のネタを書くネタ帳、それだけでええやんと思うんですけれども、いや、トークはトークで置いときたい。なぜならば漫才のネタをバーッと書いている間のとこにトークとかを書いていると、あれどこに書いたっけとかってなるんですよ。じゃあトークはトークだけの本を買おうと思って、ちょっとなんかワンサイズ小さいようなノートを買ったりするんですけども、そこには 2,3 個トークの内容を書いてるだけで、それ以降続かないんです、結局ね。一発ギャグのノートとかありました？一発ギャグなんてね、と書いてましたけども、一つも身になってない、一つも受けてないんだから、だってね。だけどもノートをそうやって分ける、もう嫌だ自分の性格がというふうに思ってたんです。今さっき言いましたよね、僕ね、A4 のコピー用紙、無地のノート、それから紳士なノートを書いております。これプラス、ここでもね紹介しました、読書ノート。読書したら、なんか読書したものをこうね、なんとか一冊にまとめたいなというので、あるかしら読書ノートね、紹介しましたよね。そして手帳も持ってるんですよ。手帳にもいちいち書いてますね。もうやる気になった日なんて、筋トレ、執筆みたいなね、ジョギングみたいなのいっぱい書いてますけど、結局何一つできてないんですよ。それを書くことで満足している。なのに手帳ですら、手帳一冊ですらもう1年に 2,3 回変えたりします。何をしてるんだ俺は、というものをですね、前置きがすごく長くなったんですけど、一つにしてくれたのが、こちらの iPad でございます。ついに iPad を買いました、僕。iPad って何とね。僕は何でしょうか、 Netflix を見たりとか、何でしょう、
ね、YouTube を見たりとかってそういうためのデバイスだというふうにもう認識しておりまして、まあ、実際そういう面もあるんでしょうけども、何年か前に中田のあっちゃんがですね、 YouTube 大学じゃないセカンドチャンネルかなんかでこれを買ったと、 iPad Pro を買いましたと、で GoodNote というアプリをダウンロードしましたと、ね、これが素晴らしいって言ってたんですよ。それを僕は指をくわえて見てましたよ。うわーいいなあっちゃん、ね、でも僕はまだまだどんくさく泥くさくね、紙に書いていくぞというふうに思ってたんですけども、もうこの紙が増えすぎているし、紙をもういちいちこうあれとこうやってファイル、もうこの時間が無駄、そして何より何が無駄かっていうと、僕ね文房具屋さん行くの大好きなんですよ。文房具屋さんで2時間とか潰すんですよ、うん、どのノートがいいかな。ノートっていろいろあるんですよ。K 線、ね、横に線がある K 線とか方眼、ドット、無地、いろいろありますよね。でノートの色もあります。クリーム色であったり白であったりとかね、もういろいろあるじゃないですか。なんか下の方に絵が描いてる挿絵があるようなノートもあるでしょうね。もういろんなノート試したくなるんです。でも試したいっつったってノート、例えばね文房具屋さんでちょっと何日間かレンタルしていいですかって言ってレンタルして書いてみて、うん、あやっぱりダメだったわ、これ方眼はダメでした、すいません罫線にしますなんてできないんですよ。そうでしょ。じゃあもう買うしかない。だからもうグーン、もう選びに選んで買うんです。買うけど結局書いてみた時に、あ違う、これ全然違うと思ったら 2,3 ページ書いて捨てるんですよ。こんな無駄なことをもう何十年もやってきた僕は。文房具屋さんもずっと言ってました、ペンはこれがいいだろうか、このペンにしてからちょっと調子いいなとかね。昔はねキャンパスノートに僕は統一してたんですよ。なぜかそういう本があったんです。キャンパスノートを買いなさいと。なぜならば日本中どこでもありますよとね。すごい高級なここにしかないようなノートみたいなので書いてごらんなさいと。ああノートがなくなったわと言って次それを買いに行くときに、ああそこに行かなきゃないんだ、じゃあもう書くのやめようかな、ええ、めんどくさいとなってしまうと。キャンパスノートだったらそこら辺のコンビニでもある。確かにそうなんですよ。そう思ってずっと書いてましたけども、ちょっと待ってください、僕44なんですよ。44のおっさんがねノートからキャンパスノート出したときに、いいですよ別にいいんですけども、ちょっとだけなんか、あこのおっさんなんかの何かしらのオタクなのかなと思いません？ちょっとキモいなみたいな。キャンパスノートが悪いわけじゃないですよ。あれでもやっぱりちょっとおっさんが出すにはどうだろうみたいなね、そういうところがあってやっぱりこれならどうですかと。すごいんですよ。でこのアップペンシル最高。なんかね前はねなんかここをパカッと開けてライトニングになっててこうぶっ刺してたらしいんですよ。こういう感じだったらしいんですよね。あのゴルフのね、お静かにのやつみたいなね、なんかそんな感じになってたらしいんですけども、今はねこれね充電するのにねここにこうこれで終わりね。すっごいスタイリッシュ、すっごいスタイリッシュなんですよ。高い買い物じゃないかというふうに思うかもしれないけれど、僕はノートに今までどれだけのお金をかけてきたと。でこれ無限なんですよ。もちろんあの最初に1500円払いますよ。でももうそれは買い切りでできますから。で無限で試し書きももちろんできる。 2,3 ページ書いてこれ違うなと思ったらやめたらいいし、ノートは何冊でも作れるんですよ。表紙はこれがいいなとかね、横向きの無地がいいなとか縦の罫線がいい。罫線だってねこう横に線があるやつだって何気なく選んでるようですけど、僕キャンパスノートの好きだったところはそのあの幅が僕にちょうど、僕にはちょうど合うんですよ。でも表紙がちょっとって思ってた。で表紙が一番好きなノートは僕ツバメノートなんですよ。あれめっちゃいいでしょ。なんか表紙すごい好きなんですよ。ノートっていう感じがしていいなと思ってたんですけども、あれねなんか知らないけど罫線がちょっと太めなんですよ。こんな大きい文字書けっていうのみたいな、あのね 6B で書いてるんじゃないんだからこんなおっさんが 6B の鉛筆で書いてるんじゃないんだからっていうぐらいね、なんか罫線が太いんですよ。それなんなんと思ってて、それ全部もう解決してるんですよこれ。だから気分によって方眼使いたいなとかあるんですよ。ドットの方がいいなとか、もう全部これ一つでこの中にノートが無限に入ってるんですよ。となると今までのその無地の紙をね、安いっつったってあれを買ってですよ、クリアファイルに保管してとか、ノートだって僕今紳士なのと1000円かかるんですよね。それがもういらない、もう一生いらない、もうここに全部入ってるからってなったんです。すごい進化でしょ僕ね。 iPad ってちょっと iPad Pro でこう人生が変わるんじゃないかなという、
時間の節約にもなるんですよ。あの無駄に行ってた文房具屋さんの2時間がなくなるんですよ。この2時間ね、勉強するなり本を読むなりいろんなことに役立てるじゃないですか。そっちの方がより豊かなね。それはショッピングっていうのもね、一つのストレス解消の方法としていいとは思いますけれども、いつまでやってんだという話なのでね、やっぱりもうここに集約されてるんで、時間ね、それから安物買いかもしれないけれども、ちょこ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 買っていたような文房具だって、もう僕ね、消しゴムもシャーペンも未だに持ってるんですよ。消しゴム、シャーペン、ボールペンね、あとマーカーね、マーカーもあるんです。これしかも書いた瞬間に字の後ろに行ってくれるんですよ。すっごいいいですよ、すごい。あと読書ノートね、読書ノートも書きたいなと思ってたって言ったでしょ。であるかしら読書ノートだったら続けられる。他の人の読書ノートの作り方見るとなんかね、結構3万かなぐらいするこう機械を使ってネットのその本の書影をね、ダウンロードしてそれをシールにしたものができるものがあるんですよ、その機械が。それでも安くないですよ。それでね、ダウンロードしてシールにして、それをノートのね右上かなんかに貼って、でバーッと書くとか言ってるでしょ。もうこれ全部できるから、こうこれでこれでできるから、それ画像貼れるんですよ。写真とかももうそのノートにポンと貼れるんですよ。で自分の字が汚えなと思ったら全然キーボードで打つこともできる。書くのがちょっとあれだと思ったらそういうこともできる。だから教科書みたいなものも作れるんですよ、自分で。すごない？すごい。この一冊で全部できる。一冊って言っちゃった今これ一つで。もう今までのノートたちにありがとうって言いたいです、本当に。キャンパスノートももう多分100冊以上書きましたけども、もう全部捨てましたけど。だから僕はね、ダメな人間なんで、自分の今を変えたいとか思うとすぐ物のせいにするんですよ。ノートが悪いんだ。キャンパスノートもね、もう何十冊もバーッと使ってましたけども、えいって全部捨てたんですよ。で、ノーブルノートにしてた時期もありましたね。でただそれもね、またどんくさいことをするんです。ノーブルノートにしました。でじゃあ今までキャンパスノートに書いてたネタはどうするんだって言ったら、それをわざわざまたね書き写してこうやってやってたんですよ。でノートってね、その一つのことについてまとめて書きたいのに、なんかこう違うことを思いついたりとかしたら、あ、これについても書きたいと思うと、今まで A のことに A について書いてたのに、次のページから B のことについて書いて、やっぱりその後に A のことを書いてたりすると、あれ前の A のことを書いたのはどこだったかな、あ、これか、もうこの動き、この分かりますね、こうこれがない。だって A についてのノートでも1個で作ればいいんだから、ファイルをね、無限に A のことについて書いてくださいよ、それは。だから小説の案であったらば、あ、この小説についてはこのノート1冊、もうそれで十分なんです。で書き終えてもういらないなと思ったら別に削除すりゃいいじゃないですか。ね、ゴミにはならないんだから。エコ。素晴らしいなということなので、今回だら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 こう長いこと喋りました。誰ももう見てないと思います、この今十何分経ってますけれども、それでも構わない。別に僕はこの買ってくれとは言いませんよ。僕には最適でした。僕は文房具屋で時間をずっと浪費してしまう、ノートはあれがいいこれがいいと考え込んでしまう。もうため息ついて疲れるんですよ、最後の方。もう何がええんやろ俺みたいな、で今でも手帳、読書ノート、ね、母感ノート、それからなんかコピー用紙、なんか勉強用のノートもいっぱい持っていたものがこれで収まる。二度と文房具屋さんに行かなくて済む。いや文房具屋さんもいいですよ、たまにはね行くのはいいですけども、ちょっとこれは革命が僕の中で起きているということで、これからはね。で動画にもこれ使えそうです、どうやらこれを駆使したらもっと動画が見やすくなりそうです。はい、なのでね、これからちょっといろいろ駆使してやりたいと思いますので、皆さん今後の僕、そして今後のこの動画チャンネルの方をね、こう動きたいということで、今日ご紹介したのはですね、 iPad Pro と Apple Pencil でございました。皆さんもぜひ使ってみてください。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。